45分間質問の機会をいただきましてありがとうございます。アベノミクスと言われておりますけれど、私はアベノリスクというものも副作用として大きいんではないかと心配をしております。具体的に言いますと、今日取り上げさせていただきます、このお金を払って一定のお金を払うことによって解雇をしやすくするという解雇の金銭解決制度、このようなものが今後導入されていくのではないかと、これはまさに終身雇用という日本的経営の一つの根本を揺るがす重大な議論であるというふうに思っております。やはり雇用の安定なくしては景気回復も、もちろんその前提の賃上げもないわけですから、そのようなリスク、それともう一つ後半で取り上げさせていただきますのは、今回3年間で 6.5% という史上最大の生活保護基準の引き下げ、これは地方住民税非課税限度額の引き下げに連動をしてくるわけでございます。その意味で、やはりこれ、かたや生活必需品の物価はどんどん上がっていく、一方では3100万人の住民税非課税世帯の方々の限度額が下がって、住民税が課税になるとともに、さまざまな保険料や自己負担の減免軽減が外れてしまうと、そういう意味ではアベノリスクとして今後格差がどんどん広がっていくのではないか、そういう心配をしております。最初に3月28日の安倍総理の私への答弁から振り返ってみたいと思います。配布資料3ページに当時の議事録が載っております。私が線を引いてございますが、安倍政権においては解雇の金銭解決という規制緩和は行わないということでいいですねということに対して、安倍総理は明確に中断の線のところであります。金銭によって解決していく、解雇をしていく、解雇を自由化していくという考え方はないということをはっきり申し上げておきたい。もう3回も言ってるんですから、これは間違いがないということでございますということで、解雇の金銭解決の検討というのは行わないのかと思ったら、この答弁がひっくり返りましてですね、4月2日の長妻議員の議事録が下にございます。安倍総理はどうおっしゃっているか、金銭を払えば解雇ができるといういわば慈善型の制度は一切考えていないというふうに、急に慈善型という言葉を持ち出されたわけですね。それに対して長妻議員が、事後的に金銭の、そうすると事後の金銭解決は検討中ということですかと聞くと、安倍総理は事後的に金銭の支払いにより労働契約の解消を申し立てるという制度について今質問されているんだろうと思いますが、この前の審議においては私はそのことは含めていないということをおっしゃったわけです。しかしこれ1ページ目の配布資料を見てもらっても、これ厚生労働省の資料ですが、金銭解決制度についてというこの資料を見ていただくとですね、ここに書いてありますように、判決が出た後、金銭の支払いにより契約解消をする、この制度、いわゆる事後的な金銭解決のことを一般的には、解雇の金銭解決というのは常識であるわけです。例えば、今日配布した資料の中の6ページには、労働法の教科書のコピーもしてまいりましたが、このような労働法の対価が書いている教科書においても6ページでありますが、解雇の金銭解決とは何かという定義で、解雇が裁判所で無効と認められても一定の金額を使用者が支払うことによって労働契約関係を解消する制度を言うと、教科書にはこう出てるわけですね。こういうふうなことであるにもかかわらず、答弁を変えられたということは私は非常におかしいと思っております。それでは甘利大臣にお聞きしますが、事後の金銭解決制度というのはどのような制度でありますか。甘利経済再生担当大臣。このご質問は産業競争力会議の
まあ、テーマ別会議において、民間有識者から出されたペーパーあるいはその時の発言がいろいろ誤解を生んだものだと思います。私はこの間 の質問でもご答弁をさせていただきましたとおりここでのそうした議論が解雇を自由にさせるというようなメッセージになってしまっては困ると、そうではなくて今議論をしているのは成熟産業からこれからを担う産業に雇用が移動できる、その際に失業という形態を取らないで移動ができるようにするにはどうしたらいいかという議論をすべきところだからということをわざわざ私は最後に申し上げました。でその金銭解決、一部誤解が出ましたのはですね、いろいろ雇用過剰を抱えている企業が、この、まあ、整理解雇という手当は、まあ、企業が立ち行かない場合にですね、あります、4要件あります。それ以外に、おそらく金銭を払って、物事を解決を しようというようなメッセージで、出るとしたならば、それは間違いであるから、金銭を使って、解雇を容認するようなことは、考えていませんということで、それに沿った、答弁を総理はされたものだと思います。で企業側の都合でお金を払ってやめてくださいということは絶対にありませんし、日本はそんな方策を取るつもりはさらさらありませんと総理は答弁をされています。で一方でですね、事後型というのはおそらく私は総理の お考えを正確に、伺ったわけではありませんけれども、一般的に事後型と言われるのは、実際にその、いろいろ紛争が起きてですね、起きて、裁判所が、解雇は無効であると、で職場に戻しなさいと言われたときに労働者の側からですね、そうは言われてももうあんなところで働きたくないとかですね、あるいはとてもじゃないけどもこういう人間関係の中では、真っ当な労働ができないという労働者側からですね、こんなところにはいたくないと思うと言ったときに、強引に何が何でもいなさいというのかですね、労働者側の要望に従っていろいろな対処ができる余地を残すのか、そこの部分を捉えてですね、答弁されたのではないかというふうに、推測しております。委員長、山野井和則君。まさにこの配偶資料の1ページにもありますが、米印がありますね。金銭の支払いによる契約解消の申し立てができる当事者、労働者または使用者は国によって異なると、例えばドイツなんかでは使用者側から申し立てができるケースも、ございます。ということは、甘利大臣、安倍総理はまさにこの資料にあるような、解雇無効が出た後、金銭支払いにより契約解消をする制度づくり、まあ、これについての検討ということは否定はされてないということでよろしいですか。甘利経済再生担当大臣。それは使用者側の都合によってそういう制度を作るということは全く検討しておりません。総理がおそらく、言及をされたのは、働く側からですね、働く側の権利として、どうしてもその場に、ストレスが高い中でですね、いなきゃならない、その選択しかないのかというところに対してですね、労働者側の権利として、もう少し幅広く考えてあげたほうがいいというお考えだというふうに、推測しております。委員長、山野井和則君。ということは改めて確認しますが、この配布資料の表紙ですね、まあ、ここにフリップもございますが、ここにあるような解雇が無効になったときに労働者側から申し立てで金銭の支払いにより契約解除する制度づくり、このような制度づくりについては検討中ということでよろしいですか。甘利経済産業担当大臣。県税再生担当大臣。今
競争力会議においては、余剰雇用を解雇という形で処理すると対応するということは検討をしておりません。これは労働移動をどうスムーズにさせるかということに、焦点を当てて検討いたしております。その上で、その諸外国におけるですね、この金銭対応の仕方というのはそれぞれ、やり方があるのは承知をいたしております。ただしそれも、裁判所がこうしなさいという裁判所の指示に従って対応されているものと承知をいたしております。で、我が国におきましては、使用者側の都合によって、金銭処理をすると、金銭解決をしていくということは考えておりません。委員長。山井和則君。私少し疑念を持つんですが、例えば4ページにこの産後競争力会議の雇用制度改革についてのテーマ別会合主査の方のペーパーがございるんですが、下線引いてありますが、人材の過剰在庫が顕在化していると、人材の過剰在庫という表現になっているんですね。私はやはり、働く方々に対してこの在庫という言い方はないんじゃないかというような気が私はいたします。甘利大臣もうなずいておられますが、それは私ね、何が引っかかるのかというと、甘利大臣の答弁のキーワードは労働者の側の立場に立って、安倍総理のおっしゃったことも労働者側の立場に立ってたということを強調されてるんですね。それではお聞きしますが、この産業競争力会議でこの解雇の金銭解決制度の問題が今、意見が出ている、検討しているということだと思いますが、労働者側の代表というのは入ってるんですか。甘利経済再生担当大臣。労働者側の代表を入れてはおりません。これは産業の競争力を強化するために、何をすべきかという、そういう指揮者を選んでいるわけでありまして、雇用のための会議ではありません。雇用のための会議には当然使用者側とですね、労働者が当然入って議論をすべきだと思いますが、これは産業の競争力、日本の経済の競争力を高めていく、産業の競争力を強化するためにどうするかということを提案する、議論する会議でございますので。委員長。山井和則君。私は答弁矛盾していると思いますよ。先ほどまであれだけ労働者の立場に立って労働者にとってとおっしゃいながら、産業競争力だから労働者側を入れてない、雇用は議論してない。でもこの4ページの配布資料にもありますように、明らかにこのテーマ別会合のテーマは雇用制度改革ですよ。雇用制度改革です。なんで雇用制度改革で、その中で一番重いテーマである解雇について議論をしているのに、なぜ切られる側の甘利大臣、安倍総理が非常に気を使ってられるとおっしゃっているところの切られるが労働者側の代表がなぜ入ってないんですか。だから私はおっしゃっていることが本当かなと思うんですよ。そこまで労働者側に立ってとおっしゃるんだったら、私だったら入れますよ、はっきり言って。それを入れてないのに労働者側の立場に立ってとおっしゃるから、おっしゃってる答弁とやってられる内容が違うんじゃないかと思うんですが、そこはいかがですか。甘利経済再生担当大臣。産業競争力会議でですね、時間が、そうたくさん取れなくて、テーマ別に十分時間を取るというテーマの中にですね、委員ご指摘 のテーマ別会議があります。でその中では、その雇用制度、つまりその雇用が固定化してしまって、新しいそのニーズに応えきれない、あるいは短時間でも正社員に準ずるというような働き方を企業の側からしても必要とする場面は当然出てくると思います。でそこで、労働移動型 の社会、労働を
特定の旧古い成熟した産業に、縛りつけてしまわないでですね、移動しやすくするようにどうしたらいいか、その際に、雇用者の、労働者の不安を極力抑えると、社会不安を抑えるということは当然であります。でそこでテーマ別会議で議論されるときに必ず関係大臣を呼びます。その時には厚労大臣、田村厚労大臣を呼ぶわけであります。田村厚労大臣としては雇用政策を担当する大臣でありますから、その際にいろいろと大臣としての見解をですね、見識を述べられるわけであります。その中で民間委員に対してこういう制度については賛成しかねるとかですね、我々はこういう制度であるべきだと思うという意見はしっかり述べられるわけであります。なお競争力会議で議論されたことをそのまま安倍政権として取り上げるということではありません。ですから私は解雇自由というようなニュアンスが出ることに対して警鐘を鳴らしているわけであります。委員長、山井和典君。全く納得できません。今の厚労大臣呼んどけとおっしゃいますが、産業競争力会議でも規制改革会議でもずっと出席する大臣として入れてないのはそちらだから問題ないんじゃないですか。厚労大臣呼んどけと言いたいのは こっちですよ。厚生労働省も外して規制改革の議論をされてるわけですから。ですから今のなぜ労働側を入れてないということがさっぱり議論できません。これ6月に成長戦略の取りまとめをされると思いますが、この成長戦略の取りまとめの中にこの解雇の金銭解決制度、このようなことが入ってくる可能性はありますか。甘利経済再生担当大臣。念を目途に、できるだけ成長戦略、全部とは言いませんけれども取りまとめたいと思います。その中に、解雇を金銭によって行うというような手段は入れません。委員長。山井和典君。それではお聞きしますが、念を入れないと、もう一回は年末に取りまとめがあるんだと思います。小池からしましょう。安倍政権においては解雇の金銭解決制度というものの導入を提案するという可能性は年王ではなくて年末も含めて安倍政権においては可能性はありますか。甘利経済再生担当大臣。私が担当大臣である限り、金銭によって、金銭を通じて解雇を自由にするというような制度は入れません。委員長。山井和典君。それは事後方も含めてですか。甘利大臣。逆に伺いたいんですけども、労働者がですね、どうしても、ちょっとまず答えてください。いや、私の答えに必要ですからね。いや、じゃあ参考にしてください。ですね、今お答えいたします。労働者のその立場としてね、どうしてもその圧力があるのに戻るしかないと、選択肢がないということでいいのかという点はですね、議論の余地があるんだと思います。ですからそれに対してそんな議論はする必要はないと、どんなに立場が悪くなろうとノイローゼになろうとそこに戻るだけなんだとおっしゃるならば、それはそちらの立場でありますけれども、我々は、そこのところについては議論の余地はあるんだと思います。委員長。山井和典君。事後的な解雇の金銭解決制度の導入ということは甘利大臣の在任中でもあり得るということですか。甘利大臣。労働者側がですね、もうあそこには戻りたくないと、どうしてもそういう思いに至ったときにですね、戻る、あなたはそこに戻るしか解決手段はありませんということでいいのかという議論はですね、ゼロではないんだと思っております。委員長。山井和典君。ということはこれ、参議院選挙が終わってからはそういう議論が本格化する可能性があるんだというふうに理解を私はいたしております。でもやはりですね、これ実際のケースは本当にもうこれ裁判をして向こう
解雇無効になったとしてもなかなか戻れる居場所がなかったりですね、そもそも裁判をするぐらいですから労働者は働き続けたいんですよ、その会社で。ところがそれを今あたかもなんか労働者が戻りたくないからそれを守ってあげるみたいな言い方をされるのは、私はやっぱり現実と違うんではないかと思いますし、そこまで労働者労働者とおっしゃるんでしたら、ぜひこの雇用改革の議論を産業競争力会議で今後されるときには、働く側の一番あまり大臣が大切にされている労働者の代表をぜひ次回は入れてほしいと思いますが、いかがでしょうか。甘利経済再生担当大臣。私かつて労働大臣をやっておりましたから、先生よりは、組合のことをよく知っている場面があるかもしれません。その私が申し上げますが、競争力会議は競争力を強化するために何が必要かを議論すると。でそこで議論されたことをそのまま、安倍内閣が取り上げるわけではありません。安倍内閣としてこの部分は取り上げる、この部分は取り上げないということは精査をいたします。でその際に、労働者の権利を侵害するような、その心配がある場合には、あるいはそうでなくても雇用の場面には必ず担当大臣を同席させて議論をいたします。山井和則君。まあ、なぜそこまで解雇される側の一番辛い立場に遭う可能性がある労働者を排除するのかということが私には理解をできません。それでは次、稲田大臣にお伺いしますが、稲田大臣が担当されている規制改革会議の方でも、座長さんのペーパーが配られまして、8ページですね。今、雇用改革3本の矢、人が動くためにということをおっしゃって、提案をされておられます。8ページ9ページがその資料でございます。稲田大臣、ここで9ページに左上に線が引いてありますが、解雇の保証金制度の創設というのが座長ペーパーに入っておりますが、この雇用ワーキンググループでも、この解雇の金銭解決、議論を今後されていかれるんですか。稲田規制改革担当大臣。規制改革会議の下の雇用ワーキンググループにおいて、今山井委員がご指摘になった鶴座長のペーパーが提示をされたことは事実でございます。また前回今問題になっている総理のご答弁の予算委員会のちょうど同じ時間帯に雇用ワーキンググループの第1回目が開催をされました。しかしその中で解雇の金銭解決についての議論は行われておりませんでした。また今後その雇用の金銭解決についてワーキンググループの優先課題にはなっておりません。委員長。山井和則君。この9ページに雇用ワーキンググループの今後のスケジュールが書いてあるんですね。次が4月11日、そして第9回が5月31日、今、稲田大臣は優先課題には入っておらないということは、このおそらく5月31日までには入っていないということだと思いますが、それでは、これ以降ですね、優先課題には入ってないんですが、このワーキンググループでは、この解雇の金銭解決制度について今後、議論する可能性はあるんですか。稲田規制改革担当大臣。ワーキンググループでは、職種等が限定されている労働者について、雇用ルールの整備等について優先的に検討を行って5月中に取りまとめを行う予定とされております。その後の個別具体のスケジュールにつきましては、委員のご議論によって決められることになっておりますが、現在、解雇保証金制度の創設、いわゆる解雇の金銭解決ですけれども、検討事項とはなっておりません。委員長。山井和則君。ちょっともう外のあたりに座っておいていただいた方がありがたいんですが、そしたら続けてお聞きしますが、今は入っておりませんと言いますが、座長ペーパーに入ってるんですね。そしたら今後、
このワーキンググループで解雇保証金制度を議論する可能性はあるんですか、ないんですか、お答えください。稲田規制改革担当大臣。今委員がご指摘になった事柄も含めまして、優先的検討事項の検討が終わった後に他の残された検討課題と合わせまして、何が議論になり、どのように審議を進めていくかは委員相互の間で議論がなされるものと承知をいたしております。委員長。山井和則君。今後議論される可能性があるということですね。実際この座長さんの書かれた記事11ページにございますが、11ページの記事にありますように、この座長さんの持論は解雇に金銭解決の導入をということでございます。これもまた参議院選挙が終わってからこういう議論をされていくんじゃないかと私は思っておりますが、それではですね、今おっしゃった件なんですが、稲田大臣、この解雇保証金制度、つまり解雇の金銭解決制度ですが、これについてのメリット、デメリットというのはどういうものがあると思われますか。これは通告しておりますが、よろしくお願いします。稲田規制改革担当大臣。先ほどから申し上げておりますとおり、この鶴座長の中に書かれている保証金制度ですね、これについて具体的な説明もまだなされておりませんし、議論もなされておりませんので、メリットデメリットを申し上げる立場にはないと思います。委員長。山井和則君。担当大臣として私は非常にちょっと不安な気がいたします。メリットデメリットぐらい質問通告しているわけですから、お答えをいただきたかったわけであります。それではこれも通告をしておりますが、先ほど今後3回はですね、ワーキンググループは限定正社員というものを議論していくんですね。限定正社員とは何なのかということですが、8ページの座長ペーパー見ていただきますと、雇用改革の三本の矢というのがあるんです。三本の矢、その一つ目が正社員改革で、正社員の次の三要素、鉄の三角形のように相互の補完性が強いのをどれから改革の突破口を開くのか、無限定正社員から限定型正社員の雇用ルールへの整備、これ今後3回連続議論するという限定正社員というのは何ですか、大臣。稲田規制改革担当大臣。鶴座長の提出の資料によりますと、日本においては正社員は将来の職務や勤務地の限定のない無限定社員という性格が強く、それをいかに限定化し多様な雇用形態を作ることが正社員改革の第一歩とされているところでございます。またご指摘の限定正社員については、雇用ワーキンググループにおいて、詳細な内容が今後議論をされることになろうかと思いますけれども、同資料によれば、地域ですとか、あと職務を限定する正社員が議論のポイントになろうかと思います。委員長。山井和則君。ではこれは、解雇されやすくなるんですか。限定正社員はいかがですか。稲田大臣。そっちがいい。もう近い方がありがたい。稲田大臣、あんまり大臣の右脇ぐらいに座って答弁してください。帰るとき、どうぞ。はい。それは無理や。はい。解雇がしやすくなるとかどうかと、そういうが。そういう切り口ではなくて、今申し上げました地域や職務が限定された正社員というものをこれからの議論のポイントになるかと思っております。委員長。
12ページにありますように、この図によると解雇しやすくなる雇用保障が弱くなると載ってるんですから、雇用保障が弱くなるということは、まあ、解雇しやすくなるということではないんですか。稲田大臣。この12ページの資料に出てますが、むしろですね、その私は限定正社員を認めることのメリットというのは、社員自身のですね、スキルを上げる、そして、まあ、無限定で、また地域も限定せず、転勤もですね、もうよほどのことがなければ断れずですね、まあ、いろんなことを何でも屋のようにやらされるというのではなくて、職種、それから地域を限定した正社員のあり方もあるのではないかという観点から議論がされるものと承知をいたしております。山井和則君。そしたらこの今の正社員が、今後同じ正社員がですよ、あなたは来年からは限定正社員だから雇用保障は薄くなるとか言われる可能性はあるんですか。何を聞いてるかというと、これからの新入社員対象にあなたは限定正社員ですよ、あなたは無限定正社員ですよとなるのか、それとも今いる正社員の人がある日あなたはもう転勤しなくていいから、限定正社員ですよとなる可能性もあるんですか。稲田大臣。今ですね、雇用ワーキンググループにおいてはですね、そういう社員の労働者のスキルを上げるとかですね、また無限定に何でも屋であったり、いろんなところを使用者側の都合で生かされるということではなくて、自分自身の希望で、例えばこの職種とかこの地域とかいうことが選べる正社員を検討するということでございます。またその制度の詳細についてはですね、今後の議論のによるところになるのではないかと思います。委員長、山井和則君。なんか答弁聞いてると、また労働者の立場に立ってというようですが、それではお聞きしますが、この雇用ワーキングチームに労働者の方々の代表は入ってるんですか。あるいはもう一つお聞きしますと、この資料にございますように、10ページの資料にありますように、この規制改革会議の事務局の担当職員、この資料にありますが、下にありますように、担当職員の出身は内閣府、経済産業省、総務省、公正取引委員会及び三井会、住友海上火災保険株式会社で、厚生労働省入ってないんですね。だからなぜこの事務局にそれほど労働者にとって働きやすいとかいうことをおっしゃるんだったら、厚生労働省の職員も入らず、働く側の代表も入れてないのか、その理由をお聞かせください。稲田規制改革担当大臣。雇用ワーキンググループは鶴座長を座長として5名の委員がございます。そしてその他に島田洋一教授、そして水町教授というですね、労働法のまさしく労働者側のですね立場も考えて見解を述べていただける有識者がいらっしゃいます。今厚労省の立場とおっしゃいましたが、必要があれば厚労省の担当部局を呼んで、その見解を聞くということもあり得るのではないかと思っております。委員長。山井和則君。いや、私ね、今日の質疑通じて本当に納得できないんですよね。びっくりしたのは、労働者の立場に立って、労働者の立場に立ってで答弁でおっしゃる割には、実際それを議論する会議には労働者の代表は入れないと、排除すると、これは私は考えられません。そこまでおっしゃるんだったら、働く側の代表を一人入れるのは私は当たり前だというふうに思っておりますし、今の稲田大臣の答弁聞いておりますと、限定正社員というのは下手をすると、今いる正社員の方がある日突然降格されてしまうという可能性もゼロではないんだと思っております。つまり甘利大臣の答弁、稲田大臣の答弁に共通するのは、
規制改革とか産業競争力と言いながら、なんか解雇しやすいように、解雇しやすいようにということをおっしゃってて、またそれがなんか労働者にとっていいことだからみたいなね、そういうことに私はなってるような気がして、非常になりません。もしそうでないんであれば、労働者の代表の方々を委員に入れたり、しっかりと私はすべきだと思っております。それでは、この問題はこれからも議論をさせていただきたいと思います。後半に移りたいと思いますが、下村大臣、お待たせをいたしました。子どもの貧困についてでございますが、今回、生活保護が史上最大 10% カットされますが、特に子育て世代がたくさんカットをされるわけです。13ページの資料をご覧いただきたいんですが、これは民主党政権で生活保護の母子加算が復活したんですが、復活した後に厚生労働省が調べたことで、母子加算が復活したことによって、どんな費用が増えましたかということなんですね。増えたのは子どもの教育費、子どもの学校行事に関する費用、またそのことによって、子どもの進学や学校行事の参加に対する意識は積極的に考えるようになった、またはやや積極的に考えるようになったという方々が 62% なんですね。私、今回、非常に心配しておりますのは、今回最大 10% カットするわけですから、この逆のことが起こられるわけです。子どもの教育費がカットされ、子どもの学校行事への参加の費用がカットされ、そして子どもの進学というものが難しくなってきてしまうと。私はやはり貧困は子供に責任はないと思っておりますし、まあ、足長育英会出身の下村大臣はまさにそのような問題、ライフワークとして取り組んでこられたんだと思っております。それに加えてもう一つセットで質問をさせていただきますと、この次の14ページにもありますように、一般の世帯、右が文部科学省の資料、そして生活保護世帯ということを比べてみると、明らかに違いがございまして、例えば、高校中退率は生活保護家庭は一般家庭の2倍、小学生の不登校率は5倍、中学生の不登校率は4倍、高校生の不登校率は2倍と、やはり経済的な苦しさというものが中退や不登校というものにも影響を与えてしまっていると思います。このようなことが今回の生活保護基準の切り下げで、私は直撃を受けるのは子どもだというふうに心配をしております。それで15ページ、さらにもう一つ、これは生活保護だけでの問題ではなくて、就学援助の基準も生活保護基準の 1.1 倍とか 1.3 倍とか、大阪市のように 1.0 倍というふうに連動しているんですね。生活保護がカットされるだけではなく、就学援助も基準が下がると、今まで受けられていたのに受けられなくなる世帯が出てくるんではないか。おまけに、さらに次の18ページを見ていただけますと、非課税限度額が、またこの生活保護基準と連動しておりますから、非課税限度額が下がると、幼稚園、就園奨励費の補助や、高等学校等就学支援金も切られる危険性があるわけです。そこで、まあ、下村大臣にはお聞きしたいのは、この就学援助ですね。今年度は変わらないと思いますが、来年4月から、この生活保護の引き下げに連動して、就学援助を受けられなくなる世帯というのは、出る可能性はあるんですか、ないんですか。ないんだったら明確にノーと言っていただきたいんですが、なぜならば、文部科学省からいただいた、この15ページの資料の中では、15ページに星印書いておりますが、なんで書いてあるかというと、各市町村において判断していただくと言ってるわけですから、市町村の判断で、就学援助も切られる世帯が出てくるんではないかと思いますが、文科大臣、いかがでしょうか。下村文部科学大臣。山野委員がご指摘をされておられますように、また子どもの貧困法ですね、今、民主党の方で、法案化に向けて努力もされているということをお聞きしておりますし、まあ、これは、まあ、自民党の方でも今、していただいている最中でございます。まあ、ご指摘のように、教育というのは、この貧困の連鎖を断ち切る上で、極めて有効な政策でありますし、子どもが経済的な面で心配することなく、
安心して学ぶことができるようにすることは大変重要なことであるというふうに思います。ですから、まあ、生活保護基準の切り下げだけでなくですね、まあ、そもそも貧困家庭において子どもの就学支援チャンスがこれからさらに厳しくなることがないようなですね、手立てをするということは、まあ、当然、まあ、必要なことであるというふうに思います。まあ、今まで委員会で何度もご質問があってまた答弁をしている中ですね、まあ、25年度についてはご承知のように、まあ、教育関係特に文部科学省の予算関係についてはこれは避けないということの中でですね、この生活保護基準切り下げによっても子どもにおける教育環境が悪化しないような手立てをするように予算措置をしているところでございます。この市町村において判断していただくというのは、まあ、国は予算をきちっと計上しておりますが、これは最終的にはですね、ご承知のように、ご指摘のようにですね、まあ、地方自治体が独自にかさ上げしている部分もございます。まあ、これは交付金等で手当てはしているにしてもですね、これは地方自治体の判断ですから、最終的には。しかし、総額的な教育における予算が軽減されていない中ですね、これはぜひ地方自治体もそのように対応していただきたいと、まあ、いうことでございます。それで26年度以降についてもですね、これは文部科学省として、この子どもの教育環境がですね、悪化しないように努力をしていきたいと思いますし、まあ、関係、省庁との働きかけてですね、まあ、そのような子どもの学びの機会が断念することがないようにこれからも努力してまいります。委員長、山井和則君、まあ、ご答弁いただきましたが、就学援助、最終的には市町村の判断だから切られる可能性は否定できないということだというふうに思います。そうすると逆に今後生活保護が増えてしまう心配も逆にあるわけで、新藤総務大臣にお伺いしたいと思いますが、これ住民税非課税限度額ですね、最後のページにありますが、これ住民税非課税の方というのは3100万人おられるんですね。これ前回 0.9% 生活保護基準下がったときには大体 1% ぐらい限度額下がってます。連動しているわけです。だから今回 6.5% も下がるわけですから、この住民税非課税の方、低所得の単身非正規雇用の方、低所得の子育て世代、低所得の高齢者、この方々に連動していったら何十万人何百万人の方々が課税になって、保険料、介護保険料、保育料、障害者福祉の自己負担等上がる可能性があるんですが、これ 6.5% 生活扶助基準を下げても限度額に響かない可能性というのはあるんですか？下げ幅は多少議論はあると思いますが、下がらない可能性というのはあるんですか？その一点お答えください。新藤総務大臣。これは個人住民税の非課税限度額をどのように設定されるかはもう重ねませんから、今ご承知のことであります。で、今のお話、可能性でありますから、これは私どもとしてはですね、これから厚労省のお考えも聞きながら、これは26のこの党の税調において議論されるということであります。それを前提にしてですね、仮定でありますが、例えば今委員がおっしゃったこれ3100万人というのは住民税の世帯主の数のことでございますね。ですから実際はもっとたくさんいらっしゃいます。それから例えば委員が今お示しされた、もう一つ前の資料にもありましたけれども、これはですね、例えば平成15年度の生活扶助基準が 0.7% 下がったとき、はい、そのときは平成16年には、この住民税の均等割の非課税限度額は 1.1% 下がっているんです。ところがですね、ところが平成16年にマイナス 0.4%、扶助額下がりましたが、17年度は変動いたしませんでした。ですから、いろんな設定があるんです。したがって、この仮定の質問には答えようもないんですが、我々とすればきちんとしたですね、税調からご議論いただいた中で、また内閣としてこういった厚労省のお考えもよく聞いた上で、これは対応していくしかないと、こういうことでございます。山野井和則君。やはり下がらないということはないというふうに理解をいたしました。それでは最後に麻生総理に、麻生副総理、財務大臣にお伺いしたいんですが、まあ、今回、生活保護が引き下げられるということで、
デフレを理由にこのインフレになろうとしている中で引き下げるというのは私はとんでもないことだと思っております。そんな中で生活困窮者支援法、厚生労働省、法案提出する予定でありますが、その際この住宅手当の支援、また無料学習支援教室の支援、また相談事業の支援ということで、ぜひともこの予算措置というものをしっかりお願いしたいと思います。麻生財務大臣。今お話がありましたように、この生活困窮者対策への取り組みっていうのは、これは何も厚生労働省だけに限った話ではないんであって、政府全体の課題だとは思っておりますが、この新制度の法案化を今、厚生労働省は検討中だと聞いております。従いまして、この新制度に向けた課題っていうのを、検証を行わないといかがなものかということになりますので、今いくつかの自治体において先行的なモデル事業っていうのをやっておられるはずなんで、それにつきましてこの平成25年度の予算で30億、確かこれ予算化をしていると31億だったかな、30億していると思い、計上しているところだと思いますので、この実績というものをこれ見た上で実際どういうことになるんだか、事業規模、それからまた財源のあり方などにつきましては、今後厚生労働省、また総務省も一部噛んでくると思いますが、そういったところについてきちっと相談をしてまいった上で判断をさせていただきたいと、さように思っております。山井和則君。以上、質問を終わります。